清太郎の海賊ラジオ。ちょっと立ち話始まりました。清太郎電話します。今気になる方に電話を押さないとお話を伺っていますが、今回は東京都から日本が誇るギタリストエフエムなく5の1700にもご出演いただいているおなじみの加藤太郎さんに電話が揃れました。私は普段。 太郎ちゃんと呼んでおりますがこういう公式の場では太郎さんお元気ですかどうもこんにちは元気でございます <laughs> あの現在はジギのギタリストとしても活躍中なんですがライブとかレコーディングとかこの中でどのような状況なんですか、はい、えっとライブはですね、えー、結構あの早い段階で、えー、えっとしっかりと対策をした上ではいまあお客さんはえっと あの少なくはならざるを得なかったんですけれども、ええはい、ちゃんとあのお客さんにもえっと対策をよお願いしまして、えっとええ、ちゃんとライブはずっと継続的に行ってます。で、行っているライブ会場で別段、何の問題も出てないわけでしょ出てないんです、そうなんです。なんであれ、1年ぐらい前はあんなに続々とライブ会場が目の敵にされたんだろうね。も、はい、もうねななんかだかだらら見えないものってほらそれを 敵にすするのって難しいいじゃないですかはい、はい、だから見えるものを一つの仮想的じゃないけど敵にしてどこかではい、はい、まああれですよねなんか人間のちょっとそうそうよく分かってだからちゃんとやっていれば、あのーはい、今回のライブ活動でまたクラストのかけらもないということでできてる状況なんだからもうゆるゆると少しずついろんなところでそういう。はい あのエンターテインメントの活動はスタートしたのが私はいいと思うんだけどね。そうですね、だから、あのーまあのま皆さんに、えーと、現状では皆さんに対策をあのしていただくことにはなるんですけれども、はいはい、それをしてでも楽しんでいただけるようなあの内容のものを我々はやっていかなきゃいけないなと、あの演者としてですね。ええ だからサービスのクオリティは以前より上げなきゃいけない部分は多分あると思うんですよ。うんはい、やっぱりそれでも見に来る価値のある内容のものをやっぱ提供できるように頑張らなきゃいけないなっていうのは思っていますね。いいね、だからコロナという、えーはい、天災を1つ、災害を1つのきっかけにして、それぞれのアーティストたちがさらに一層、はい、今、はいえー、太郎さんお話になったようなことに向かっていけば、はい、コロナが収まった後すごいよ、これ。 そうですよねいい方向に向くと思うものすごく上がったものを、えーはい、我々に、えー、見せてもらいますよはいねそれでね今日ね、はい、太郎さんに電話する相手の方がそういう現状を聞くとともに私が、えー、作詞の新曲の第2弾が完成してね、はいはい、今回もあの太郎さんに作曲してもらって歌も太郎さんに歌ってもらうことになって、はい タイトルは夕方のラジオ番組になったもんだから「夕暮れラジオ」ということで、えー、歌詞を、えー、先行で、えー、曲作りをお願いしたんですがこの歌詞見て、えー、どんなイメージ湧きましたかイメージはすぐに湧いたんですあのキラキラしているものと、はい、孤独の対比 <laughs> あ分かってもらえた、はい、もうそのものいややっぱり僕ラジオを聴いてくださるリスナーの方々っていうのはええ。 あのー、多くの人まあ多くの人たちというかえっ、ー、とーやっぱりあのー、BGM のように聞いている人たちもいればはい自分の生活の横にじっくり聞いてくださる人たちもいると思うんですけど、ええ、あのドライバーさんが多く聞いてくださってるんじゃないかなってなんはいいやいやもうおおっしゃる通りですはいそうするとやっぱりあのー、車運転してる時っていうのはまあ大体えっと一人ではい。 いるシチュエーションが多いかなと思うんです。ええ。そんな時に、まあ、あの、一人でいる時って結構、なんだろうな。大切なものに思いを馳せたりとか。ええ。なんか、なんて言ったらいいんだろう。えっと、孤独に、ちゃんと、あの、向き合う。大事な時間のような気がしていて。ええ。そう、それを、なんか、あの、歌詞からすごく感じたんですよね。あ,あのー、嬉しいです。そのと、それをね、そ,それを描きたかったんです。プラスね。あ,あのー、はい、夕方の五時ぐらいっていうと。 えー、家庭の主婦の方も、はい、あるいはお仕事終わって帰ってきた方もね、ね台所でお湯沸かしたり、湯、はい、ご飯の準備しようかなっていう夕暮れ時だと思うんですよ。多分、一人、はい、まだ一人じゃないかなと思ってるんでね。多くの人たちが一人でいる時間である可能性がありますよね。うん、ねでそういう方々に向けても、ちょっと思いを馳せながら作ってみて、はいえー、見たんですけれども。 はい、素敵な詩だなと思いました。ありがとうございます。これ、いつかね、あの、ぜひとも太郎さんにはスタジオに来てもらって、以前のように信じることから始めてみようのように、生で歌ってもらいたいと思うんで、よろしくお願いいたしますね。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、太郎さん、今、海賊ラジオはアブリと元日から始まったユーチューブで聞いてもらっているんですけれども、今回ここで初めて夕暮れラジオを。 クルーの皆さんに今回一部を特別公開するんでどんな時に聞いてもらいたいですか、はい、やっぱりあのとにかく、えー、と皆さん大変な今時代にはありますのでなんか力を欲しいなというか自分は一人じゃないなとどこかで感じたい時にですねはいはい孤独を感じた時こそ、えー、最も聞いてほしいななんて <laughs> 思っておりますはいそれでは加藤太郎さん、はい、曲紹介お願いします はい清、えー、太郎さんが詞を書いていただき加藤太郎が曲を書き歌唱いたしました「いいてください夕暮れラジオ」。 たださん、ありがとうございました。ありがとうございます。いかがでしたか新曲、夕暮れラジオ。一部を特別公開としました。ここで、あの、クルーの皆さんにね、ご協力いただきたいことがあるんですよ。ミュージックビデオを作りたいと思ってるんですよ。海賊ラジオで、夕暮れラジオのミュージックビデオを作りたいと思ってるんですよ。で、海賊クルーの皆さんが撮影した、夕暮れ時。 この曲の歌詞に出てくるマジックタイムの動画とか写真。ね。あるいは、OK だったら、お顔、表情のアップ。さまざまな表情を見せてください。で、自分以外の方投稿する場合は、もちろん、あの、許可取ってくださいよ。後でもめ事やよ。ね、お願いしますね。皆さんの心に残る大切な一コマ。 海賊クルーネームとともにお寄せいただければ、いや、楽しいミュージックビデオになるんじゃないかなと思って。えー、募集はこの動画の概要欄、ご覧ください。えー、投稿方法がわからないよという方に向けて、投稿方法の動画も作りましたんでね、それ見てください。参考にしてください。締め切り、今日から2週間です。なんだか緊急事態宣言みたいだな。2週間って聞くと、すぐそっちっちゃいよ気分、今ね、ニュースは2週間、2週間だから。 ぜひともご参加ください。チャンネル登録よろしくね。